眠りながら聞ける名言集、癒しの名言。毎晩眠りにつくたびに私は死ぬ。そして翌朝目を覚ますとき生まれ変わる。マハトマ・ガンジー。元気を出しなさい。今日の失敗ではなく、明日訪れるかもしれない成功について考えるのです。ヘレン・ケラー。一日のうち最も重要なことは、ちょっと休んで2回深呼吸をすることという時もある。エティ・ヒレスム。一日一日を大切に過ごしてください。そして、今日はいいことがある。いいことがやってくる。今日はやりたいことが最後までできるんだ。このことを思って生活してみてください。瀬戸内寂聴。ただ悪い一日なだけさ。悪い人生ってわけじゃないよ。ジョニー・デップ。今日この日をありがたく思えれば十分。これは誰にでもできること。ローナ・ラフト。生きる日の喜び、悲しみ、一日一日が新しい彩りを持って息づいている。岡本太郎。疲れたら休めばいい。やめる必要はない。バンクシー。雨が降っている時にできる最良のことは、雨に降らせておくことだ。ヘンリー・ワズワース・ロングフェロー。悪い時が過ぎれば、良い時は必ず来る。おしなべて、ことをなす人は必ず時の来るのを待つ。焦らず、慌てず、静かに時の来るのを待つ。松下幸之助。悲しみは時の翼に乗って飛び去る。ジャン・ドラ・フォンテーヌ。いつまでも覚えていたらとても辛いだろうと思ういろいろなこと、ありがたいことに私たちは忘れることができる。そして時間というお薬があるんです。渡辺和子。止まりさえしなければ、どんなにゆっくりでも進めばよい。孔子。いかなるものも変化しつつあります。これは真理です。だから、あなたが今どんな苦境にあろうとも、その状態を保持する努力をしない限り、永久に続くはずがないのです。ジョセフ・マーフィー。辛いと思ったら、自分にはそれを乗り越える力があるというメッセージだと受け止めてぶつかっていけ。たくさん伸びる力のある人間にはそれだけたくさんの試練が与えられる。大越俊夫。苦労から抜け出したいなら、肩の力を抜くことを覚えなさい。斉藤茂太。
他人もまた同じ悲しみに悩んでいると思えば、心の傷は癒されなくても気は楽になる。ウィリアム・シェイクスピア。情緒的ストレスを和らげるには生産的なことをするのがとても有効です。心を使って何か生産的なことをしてみてください。ジギー・マーリー。やってられないよと思った時、でも俺頑張ってるよなとつぶやいてみてください。頑張ってる私って結構いいなと自分を好きになってください。その方が生きやすくなるとは思いませんか。松岡修造。自分が怖いと思っているところに焦点を当ててはいけない。自分が行きたいところに焦点を当てるんだ。トニー・ロビンズ。楽しい、辛いとか分けるからおかしなんねん。明石家さんま。辛い仕事、苦しい仕事は存在せず、やりがいのある仕事や楽しい仕事も存在しない。苦しいとか楽しいと感じる自分がいるだけ。新田亮。好きなことに出会えただけで幸せだ。好きなことに出会えない人も大勢いるんだ。中谷昭弘。最後に心を癒してくれるのは誠実さよ。スザンヌ・サマーズ。妬みによって幸福になる人間はどこにもいない。バルタサル・グラシアン。人はそれぞれ事情を抱え平然と生きている。伊集院静香。自分のことをこの世の誰とも比べてはいけない。比べることは自分自身を侮辱する行為だ。ビル・ゲイツ。泣きたいくらいの辛い経験が泣きたいくらいの幸せにつながったことが何回もあった。小池和夫。困難のない人生に憧れるときには思い出すのです。カシの木は向かい風によって強く育ち、ダイヤモンドは高い圧力によって生まれるのだということ。ピーター・マーシャル。自分の悪いところは全部個性になるし、人生で犯してきた間違いが魅力になる。アンジェリーナ・ジョリー。船は荷物をたくさん積んでいないと不安定になりうまく進めない。同じように人生も心配や苦痛を背負っている方がうまく進める。アルトゥル・ショーペンハウアー。暗闇を呪うくらいならろうそくに火を灯しましょう。エレノア・ルーズベルト。できないのは今だけだ。不可能なものなど何もない。モハメド・アリ。
人生はできることに集中することであり、できないことを悔やむことではない。スティーブン・ホーキング。心の底から泣けない人は、心の底から笑うこともできない。ゴルダ・メイヤ。失敗は失敗で得られるものがあるから悪いことではない。むしろ頻繁に失敗した方が得られるものが多い。ラリー・ペイジ。笑ってしまえば全てが面白い。ルイス・キャロル。あなたはあなたであればいい。マザー・テレサ。自分にもっと優しくなってもいいのよ。アンドリエンヌ・リッチ。楽しいことばかりじゃないのに、辛いことの方が多いのに、生きていてくれて本当にありがとう。高野和明。